伊達恵子六6月21日から1993年12月1日は日本の弁護士。元日本弁護士連合会事務総長。北海道釧路市生まれ。1954年北海道大学法学部卒。1956年度大学院法学、研究科民法学専攻終了。1958年弁護士登録。 1968年独立して弁護士事務所を開く。1970年専修大学法学部非常勤講師。1975年日本弁護士連合会女性の権利委員会委員。1977年東京女子大学分離学部非常勤講師。1982年後勤にポアン反対運動組織を立ち上げる。 1984年北海道大学法学部非常勤講師。1987年女性区長を作る練馬区民の会代表。1988年都立高等学校男女差別協議会議長。日本弁護士連合会副会長。1990年日本弁護士連合会事務総長。夫は弁護士の医学に広。現代ぶっこ者。 時点1991から 1993P62 第91回国会参議院法務委員会8号昭は55年5月8日。ありがとうございます。